女はもとより思い乱れていた。もっともなことである。今度は幸福な都へ帰るのであって、この土地との縁はこれで終わると見ねばならないと思うと、源氏は物哀れでならなかった。自身たちにも幸運は分かたれていて、誰も踊る心を持っていた。今日の迎えの人たちも、その日からすぐに下ってきた者が多数にあって、それらも皆人生が楽しくばかり思われる風であるのに、主人の入道だけは泣いてばかりいた。7月が8月になった。色の身にしむ秋の空を眺めて、自分は今も昔も恋愛のために絶えない苦を負わされる。思い死にもしなければならないようにと、源氏は思いもだえていた。知っている者は反感が起こるよ、例のお癖だねと言って、困ったことだと思っていた。源氏が長い間この関係を秘密にしていて、人目を紛らして通っていたことが近頃になって人々に分かったのであったから、女から言えば一生の物思いを背負い込んだようなものだとも言ったりした。小納言がよく話していた女であるとも、その連中が言っていた時、よしきよは少し悔しかった。夏が明後日に近づいた夜、いつもよりは早く山手の家へ源氏は出かけた。まだはっきりとは今日までよく見なかった女は、鬼女らしい気高い様子が見えて、この身分にふさわしくない端麗さが備わっていた。捨てて生きがたい気がして、源氏は何らかの形式で京へ迎えようという気になったのであった。そんな風に言って、女を慰めていた。女からもつくづくと源氏の見られるのも、今夜が初めてであった。長い苦労の後は、源氏の顔に痩せが見えるのであるが、それがまた、
言いようもなく縁であった。溢れるような愛を持って涙ぐみながら将来の約束を女にする源氏を見てはこれだけの幸福を受ければもうこの上を願わないで諦めることもできるはずであると思われるのであるが女は源氏が美しければ美しいだけ自身の価値の低さが思われて悲しいのであった。秋風の中で聞くときに琴に寂しい波の音がする。塩を焼く煙がうっすり空の前に浮かんでいて感傷的にならざる得ない風景がそこにはあった。この旅は立ち別るとも喪を焼く煙は同じ型になびかんと源氏が言うと書き詰めて天の焼くもの思いにも今は飼いなき恨みだにせじとだけ言って可憐な風に泣いていて多くは言わないのであるが源氏に時々答える言葉には情の細やかさが見えた。源氏が始終聞きたく思っていたことを今日まで女の引こうとしなかったことを言って源氏は恨んだ。では後であなたに思い出してもらうために私も引くことにしようと源氏は今日から持ってきたことを浜の家へ取りにやって優れた難しい曲の一節を弾いた。木の中であったから非常に美しく聞こえた。入道は感動して娘も促すように自身で十三弦の琴を貴重の中へ差し入れた。女も止めどなく流れる涙に誘われたように低い音で引き出した。極めて上手である。入道の宮の十三弦の技は弦根第一であると思うのは華やかに綺麗な音で聞く者の心も朗らかになって聞き手の美しさも目に彷彿と書かれる点などが非常な名手と思われる点である。これは
あくまでも澄み切った芸で真の音楽として批判すれば、一段上の技量があるとも言えると、こんな風に源氏は思った。の天才である人が初めて味わう妙味であると思うような手もあった。傲慢するまでには聞かせずにやめてしまったのであるが、源氏はなぜ今日までに強いても聞かせなかったかと残念でならない。熱情を込めた言葉で源氏はいろいろに将来を誓った。このことはまた二人で合わせて弾く日まで形見にあげておきましょう。と源氏がことのことを言うと、女はなおざりに頼めを組める一言を尽きせぬ根にやかけて忍ばん。こともなく、こういうのを源氏は恨んで、会うまでの片身にちぎる中の斧、調べはことに変わらざらなんと言ったが、なおこのことの調子が狂わない間に必ず会おうとも言いなだめていた。信頼はしていても、目の前の別れが、ただただ女には悲しいのである。もっともなことと言わねばならない。もう出立の朝になって、しかも、迎えの人たちも大勢来ている騒ぎの中に、時間と人目を盗んで、源氏は、女へ書き送った。打ち捨てて、立つも悲しき恨みの名残いかにと思いやるかな。帰りごと、年へつる、苫屋も荒れて、浮き波の帰る方にや、身をたぐまえし。これは実感そのまま書いただけの歌であるが、手紙を眺めている源氏は、ほろほろと涙をこぼしていた。